続いてはユニゾンスクエアガーデンが4月12日にリリースしますニューアルバムナインスピールについて伺っていきたいと思っています。まだあの4月12日にリリースなので、私はまだ全編を聴くことはまだできてないんだけれども、11曲入りということで、で今回のアルバムね、まあ、毎回ユニゾンすごくアルバムを作ってるイメージがあるの、ライブもそうだけど、セットリストだったり流れだったりすごく気を使ってるバンドだなと思ってて、はいはい、で私もそれ命なとこあるので、アルバム良かったよ。ちょごめん連絡しません忘れてたよ。それ言いたかったの。嬉しい。私たちも12次元ってアルバムをね、12次元最高だったな、2月に出したんですけども、アルバムアーティストというか、まあ、この言葉はなんか私がね、昔あのプリンスが何かを受賞した時にね、プリンスアーティストのプリンスが、なんかアルバム聞いてくださいじゃないけど、アルバムアーティストっていう言葉をなんかの絡みでそういう言葉があったんよ。アルバムアーティストってすごくいい言葉だなと思って、今回のアルバムのコンセプトやったりとか、テーマ言える範囲で聞きたいな。そうね、あのなんかね、アルバムアーティストっていう言葉僕もすごい好きで、なんかバンドってそれアルバムで歴史を語るもんじゃないのって思ってるから、それ以外のその選択肢がないっていうのもまあ大きいんだけど、アルバムのそのディスコグラフィーの美学みたいなのはやっぱずっと貫いてきていて、1枚目がこう2枚目がこうっていう、その例えば聴いてる人が振り返った時に、あのなんか6枚目最高だよなとか、俺は3枚目が一番好きなんだよなみたいな、あのね感じで話題の共通項になってくみたいなのがまあすごいいいなと思っていて、やっぱそういうバンドでありたいなとは思っているんだが、なんかね、アルバム9枚も出してくるとすごいものを作るぞっていう感じよりかは、なんかね、これはこれでいいよねっていう感じのやつを作りたくなってきてる自分に最近気づいて、まあっていうのもね、やっぱ1個前と2個前が、まあ、自分の中で正直最高傑作というか、まあこんなよくできたアルバム、まあ、もうなくていいでしょっていうところもあって、なんかそうじゃないものを作ってる俺たち、多分それを持って最新アルバムですって言って、ただライブだけやってる俺たちっていうやり方も、なんか9枚目とかになってくると いいなって思ってきて、なんかねこの年になってくるとなのかもしんないけど、本当に自分たちがかっけーって思えることをでかい音でやって、うわ今日もかっけーって言って、で手の届く範囲の人が喜んでたら、僕それでも人生上がって、まあむしろそれ以上あんま望みたくないみたいなところがあって、っていうのもあって、なんかそのアルバムの作り方が、まあその、まあ、前回のアルバムの多分反動が多分大きいと思うんだけど、さらっとその作った、ただいい曲だけをパパパパパって作って、でそっから曲順を考えるみたいな。なんか俺、そうなんや、前は俺曲順考えながらそもそもアルバムを、私もそういうとこある、そうなの、そうなの、でそれを結構あの楽しくやりきれたから、もう今回はデザートコ勝負で考えよう、だって俺たちロックバンドだし、それ持って便利、それ持って全国打つはずっとやってるや、だってめちゃくちゃね意味生んでくるもんね、ずっと楽しいバンド生活だから、でまあ喜んでくれるやつは喜んでくれるしっていうので、なんかそこのなんか肩の力の抜け方はなんかここ最近の中で一番あるアルバムかもしれない。例えばピアノを入れるとかブラスを入れるとかっていうのは、なんか俺それ相応の理由となんか説明がないと、うまく説明したいなと思ってたんだけど、今回に関してはなんかこれかっこよくないって思ったらピアノすぐ入れるしあなんか面白そうじゃないって言ったら本入れて、出揃ってから、なんか結構不思議なアルバムになったねっていうなんか感じの作り方ができたかなと思っていて、だからロックバンドが普通にやっただけですよっていう感じのアルバムではあるんだけど、なんか普通にピアノめっちゃ入ってる曲めっちゃ入ってるし、なんかなんならその TD とかでピアノでかくしましょうよっていうみたいなあげましょうことを、なんか結構ねその場のなんかひらめきとその場の面白いでなんか進めたあのアルバムだったなと思っている。なんかこれギターが2本だけしか鳴ってない方がかっこよくない、 OK 分かったっつって斉藤くんがいかに2本でかっこいいことやるかっていうのを音作り考え出すとか、本当にその場の思いつきでそのやることをその形にしてったアルバムだなと思っている、すごい素敵。私たちの出したアルバムも結構そうとかあって、長セリフって曲があるんだけど、あれ、ね、まあ、曲っていうかもう語りないけど、喋りだよね、いいよね、あれ。ただ12本歩いて近寄ってきて喋って、でカッて最後踏みしめて帰るっていうだけなんだけど、まあ具体的な表現ですよね、もう本当にただただ喋ってヒール履いて歩いてなんかバイノーラルで撮ってってだけなんだけど、最初それにセッション入れようと思ってたのね、おことと弦の流麗な掛け合いがあって、それをなんだろう背にしっかりやろうと思ったんだけど、プリプロやってる時にハッて気づいて、あ音をこうやって入れるってことは照れ隠しになっちゃうと思って、いやー俺いつまで喋んだろうと思いながら、もうドキドキしながら聞いてたじゃあもうヒールの音と私の喋りだけでいいじゃんって、おもろ
はい、なんかねそのバイブスとちょっと近いと思う、うん、いやそうね、うんうんうん、やっぱこうキャリアがあるからできる遊びみたいなとこないかね、なんか楽しいこといっぱいあるよね、うん、そうそう、あ、続けるっていいよね、そうか、もう俺たち長くいろいろやってきたからこういうこともできるしこういうことももうおもろいって言ってできるねみたいなのは、うん、どんどんその選択肢が広がってる感じはすごいあってね、不思議だなって思う、うんうん、すごい素敵、うん、そのナインスピールとても私も楽しみだなと思います、うん、ユニゾンスクエアガーデンにとって、うん、ジョーバチにとってアルバムを出す意味、うん、今はやっぱ単曲で聞かれてて、でそれ聞かれることが結構多くて、でやっぱりこう何かのサブスクのものでもやっぱこれが聞かれてるっていうものがババババって出てきたりとか、まあ、ありがたいことだと思うんだけど、うん、なんかやっぱり私は人のアルバムを聞くっていうのもすごく好きで、やっぱり人生のプレゼンだと思ってるから、うん、いい言葉、そのプレゼンをすごく聞きたいし、その人の目がその人の口が何を見て何を言いたいかっていうことをすごく知りたいなって思うので、でもコース料理が好きみたいな、なんだ解析が好きみたいなことなのかなっていう、じゃあそれは一品で美味しかったらそれでいいよねっていう、いろんな気持ちになるよね最近、なんかあの私の場合だと、もうそれロックバンドなんだからアルバムは出すだろうっていうその違い、その違いなんだよ、これだけなんだけど、もうちょっと多分説明するとすると、うん、なんかそこじゃないと出せない本質がやっぱあって、曲の並びとか曲のつなぎとかトータルで何言おうとしてんのとか、じゃあそれを引っ提げたじゃあ全国ツアーってどういうライブになってたみたいな、それって多分アルバムじゃないとできないことだから、あのまあね、時代は進んでそれこそね1曲単位でっていうね、その M ミュージックビデオ一発でバンドが人気になってっていう、まあ時代にはなったけど、やっぱアルバム聞いた時にやっぱバンドの本質がやっぱ分かるから、聞いてて、あ、こういうバンドなんだって逆に言うと、あ、このレベルのバンドなんだっていうのがやっぱ聞くと分かっちゃうところがあったりするのよね。でそれをやっぱその人生のプレゼンっていうのはすごくいい言葉で、自分が納得いくものにするっていうのが1曲単位よりかは、アルバム1枚でどういう絵を描くのっていうのが多分好きなんだと思う、なんかこう回る曲とか、それこそバズる曲とかすごく大事だと思うし、企業もどんどん絡んできたりとか、やっぱ音楽ってすごくそのコマーシャルの部分もすごくあると思うから、まあ何でもね、よくて何でもいいし、何でもあれだしなんやけど、やっぱこうすごくずっと続いてるこのアルバムっていう形態は何か残っていってほしいなっていう、残っていくし、これからも楽しんでいきたいなって思います。さっき話しましたけども、アルバムナインスピールを引っ提げてツアーも決定してるということで、もちろんです、それはやりますよ全国ツアーは、ホールツアー最高よね、うん、もう本当にユニゾンのホールツアーぜひとも皆さんチェックして遊びに行ってみてください。本当に MC ないし曲感、でもこの曲感から立ち上がってくる文脈だったりとか、本当に何だろうな、バンドやりたくなると思うので、嬉しい、ユニゾンのライブ行ってバンド始めてうちらと対バン目指して、嬉しいですね、みんなバンドやった方がいいよ、バンド最高だから、バンド最高まあ本当これしか言ってないんやけど、そして最後に0年0組の話を今日ここでできたことがとても嬉しい、いや面白いあれ、2年前から本当にいろんなことを相談できている、本当に稀有な人とここで喋れてることが嬉しいし、またどっかで力借りると思うから、マジ、うん、友達がなんかね、それこそね頼ってくれたりするのは本当絶対なんか力になれることはもちろん全力でやりたいと思うので、もう私もしっかりです、嫌なやつ言ったら言ってください、もう大体行きます大体行きます、大体行きます、俺の代わりに怒ってもらう、任せておいてください、うん、ということで今日はバンドユニゾンスクエアガーデンのベーシスト田淵智也さんをお迎えしました。ありがとうございました。お邪魔しました、ありがとう、またね。ジョーバチのボーカルラブがナビゲートしてきましたワンミュージック、いかがでしたでしょうか。友達としてこんなに心強い頼れる人はなかなかいないなと思うぐらいの本当にいいやつだなと思って、タブチッチ好きだなと私今日も思いました。これからもよろしくお願いします。1ヶ月にわたり私は担当させていただいたんですけども、いろんな方々とお話をできて、私としても人と話す力がより強く育ったなと思っています。感謝しかないですね、ありがとうございます。来月のマンスリープレゼンターは音楽プロデューサー作曲家の蔦谷浩一さんが担当します。1ヶ月間ありがとうございました。ここまでのお相手はジョーバチのボーカルラブでした。またお会いしましょう。